こんにちは、ザツです。もうですね、富良野に、入ってまして、ホテルの、近くにいます。もうですね、ここら辺は泊まる予定の人花という、ホテル、コンドミニアム、の、近くにいます。ここいいところに到着して、荷物を持ってチェックインの方へ向かっています。到着してですね、早速ウェルカムドリンクの方をいただいてました。ありがとうございます。ちょっと車置いてくるわ。チェックインをしているところなんですけども、結構ですね、事細かく要望を聞いていただきました。ウェルカムドリンクのですね、グレープフルーツジュース、結構美味しくて、おかわりさせていただきました。わざわざ料理長の方足を運んでいただきまして、アレルギー対応の説明をしていただきました。で、座ってるところに面白いオブジェがあったんですけども、ちょっとご覧いただきたいと思います。ラウンジの方にはですね、結構いろいろ置いてありまして、小物類、販売などしているようでした。あと薪が置いてありましてですね、冬なんかは薪ストーブ、使っているんでしょうか。ワインなんかも豊富に置いてありまして、ワイナリーを、やってるそうで、豊富な種類のワイン置いてありました。チェックインの終わりまして、お部屋の方へ向かっているところです。いいか、手伝ってやるよ。ここでちょっと通りたのが、意外とですね、奥行きがあって、広いです。外見から比べるとお部屋の数もですね、結構多くて、部屋の中も広いと、すごい面白い作りになってました。今回泊まったお部屋がスタンダードトリプルというお部屋になります。セミダブルベッドが3機ありましてですね、子供連れには、もってこいのお部屋となってます。お部屋の中も新しくてすごく綺麗でした。ちょっと取り忘れているんですけども、枕元には USB の給電、など、いろいろありました。電気ポットなんかも、常備してあります。大浴場の方もあるんですけども、お部屋にシャワールームの方も完備しておりまして、アメニティの方も充実してました。アメニティの数々ですね、おしゃれなんですけども、何が入っているのか分からなかったです。着替えたよ。
その後すぐにお風呂に入りに来ました。1階にある大浴場を使います。驚いたのがですね、こちらのランドリー、無料で使用できます。しかも業務用で乾燥が早い。石鹸も出してくれてタダです。お風呂はですね、温泉ではないんですけども、まあ、大浴場ということで、広いお風呂が用意されてました。風呂から上がったらいい時間になりましたので夕食に向かいました。夕食は1階にあるレストランに向かいました。結構落ち着いた雰囲気のレストランでですね、ゆっくり食事をとることができました。最初に運ばれてきたのがアミューズですね。いきなりウニが乗ってます。子供たちのスープはポテトスープということだったんですけども、ものすごく濃厚で、甘みがあって美味しかったそうです。フランスパンなんですけども、結構ですね、柔らかくて、味があって美味しかったです。ムースもですね、ウニも美味しいんですけど、このヤギのチーズというのがすごく濃厚で、美味しかったです。この美瑛産のユリ根のスープというものが出てきたんですけども、ユリ根のスープちょっと癖あるかなと思ったら全然癖がなくてですね、で上に乗ってるのがごぼうの揚げ物になるみたいです。で子供たちのメインディッシュが運ばれてきました。なんと大きなステーキ、ミディアムぐらいに焼いてくれてたんですけども、ものすごく柔らかくて美味しかったそうです。
オードブルなんですけども、銀製鮭のフィレが出てきたんですけども、思いのかですね、鮭を生で食べても生臭くない。これはちょっと驚きました。味付けもですね、すごく全然自然にしつこくない味付けがしてありました。メインの魚料理になります。ヌケという魚らしいんですけども、深海魚ということで、正直初めて食べたと思います。バジルソースがちょっとあったんですけども、香りがですね素晴らしくて、とても味付けも、うるさくないといった感じでしょうか。で、運ばれてきたのが子供たちのデザートですね。やはり北海道といえばこの時期メロンといった感じでしょうか。そしてメインのお肉料理の方が運ばれてきました。牛フィレ肉のグリルの赤ワインソースだったんですけども、この赤ワインソースがそんなに癖がなくてですね、シェフは大人の味と言っていたんですけども、全然そんなことなくて、美味しかったです。でお肉がまた柔らかい、味がある、すごく美味しいです。家内と話してたんですけども、初めてか久しぶりかというぐらい、お肉の味がしっかりしててですね、こんな美味しいお肉久しぶりに食べたという感じでした。デザートが、到着する前にですね、ちょっと次女がお笑いのネタの練習をしていたんで、そしたら、デザートの方が、届きました。そして、デザートなんですけども、フラノさんのいちごのパルフェということで、アイスなんですけども、フォークとナイフで食べると、ちょっと変わった趣向でいただきました。でこのラズベリーソースがですね、ちょっと酸味があってと甘さと、不思議な感じでした。まあ、ゆっくりコーヒーも飲むことができたんですけど、ちょっと次女がですね軟体動物なんで、ちょっと動きがおかしいと思います。ごちそうさまでしたということで、フランス料理のフルコースをいただいたのがですね、もう何年ぶりだろうという感じでした。大変おいしくいただきました。ということでですね、お風呂も入ってご飯もいただいて、もうそのまま、お部屋に戻って、就寝しました。おやすみなさいませ。幸せでした。おはようございます。これからですね、ご飯に、まあご飯だらけなんですけど、朝ご飯に向かっているところです。
ございます。おはようございます。あーすいません、またちょっと次女が変な動きをしているんですけども、夜と違って朝はものすごく、広い窓で爽やかな雰囲気を出してました。で、子供たちの分は、プレートなんですけども、大人は、こういうふうに、いろいろ並んでてですね、バイキング形式で、いただきました。結構ちっちゃいあの小皿とかもですね、種類が豊富に、まあ普通とは違うような変わり種も、いろいろあって、パンもですね、いろいろな種類が置いてあって、お客さんの数に比べるとものすごく充実した内容でした。ここにあるよ。あ、いいか。なんだろう、ミックスベリースムージーやって、ちょっとで、まあ、子供用にスムージーを入れてるんですけど、これもブルーベリーのですね、すごく香りがいいスムージーが置いてありました。牛乳とかミルクとかなんですけども、こちらも BA の、牛乳ということで、すごく濃厚に作ってありました。置いてある内容がですね、やはり北海道産のものが、ふんだんに使われていてですね、もう新鮮、美味しい、食材そのものの味を生かしたですね、味付けがしてあって、素朴ながらにですね、もういっぱい量をいただきまして、お腹いっぱいです。ごちそうさまでしたということで食堂を後にします。このレストランのビューから見える、新緑がものすごく綺麗ですよね。特にこの、梅雨にもかかわらず晴れている景色が、素晴らしかったです。そしてけん玉、あ、暖炉かな。どうなってんだろう。ここら辺薪があるから何か使いたくなっちゃう。薪がある。飛行機やったら違うんちゃう。また聞いた。何が？あ、どんな？ということで、一晩ありがとうございました。ものすごくいい空間でですね、過ごしてました。朝の9時頃ですね、チェックアウト、したんですけども、もっともっと長くいても、いいかなと連泊したいぐらいの、感じでした。
ございます。よし、車持ってくる。本当にですね、間口が、狭くてですね、ちょっとこじんまりとしてんのかなって思ったんですけど、中が、ものすごく広くて、とてもゆっくり過ごすことができます。座るとこがめちゃくちゃ楽しい。ということで、富良野を出ました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。山登っていきたい感じがするよね。綺麗だね。